どうもこんにちは、池田です。そうですね、9月の9日の週ですね、こちらのライブのお知らせをさせていただきます。まず9月9日、アヴィル・リュータさんのラテンジャズカルテットですね。こちらはアヴィル・リュータさんという非常にタッチが強い素晴らしいラテンのピアニストがいまして、こちらのリーダーライブでございます。見どころとしてはドラムとパーカッションですね、こちらが2台共演ということで、なかなかのサウンドとなっております。ぜひお楽しみください。メガネずれてますね。はい、そして9月10日ですね、こちらジョーセイさんのリーダーライブでございます。ジョーセイさんピアノ、ソイル&ピンプセッションズというバンドのピアニストと、あとはベースで秋田ゴールドマンさんですね。あとは、ドラムがですね、今EXILE なんかもツアー回ってます冬さん、こちらの3方非常にパワフルで、繊細な音がしておりますバンドでございます。ぜひ一度ご視聴ください。はい、そしてですね、9月の11日、こちらがですね、井上新平さんという、こういうフルートですね、フルートと井上ゆかりさんピアノ、この2人のデュオということで、今回この2人がですね、LIFE というアルバムを、発売いたしました。その発売の記念のツアーでございます。デュオならではの非常に、繊細な音をですね、ぜひお楽しみください。はい、そしてですね、9月12日、こちらデニス・ランバールさんというですね、9月12日ですね、デニスさんですね、こちらのリーダーライブでまして、ボーカルが滝沢のぞみさん、当店に一度、ご出演いただいたことありますけども、アコースティックギター弾いて歌う方ですね。あとはパッド・グリーンさんというベーシストでございます。この3人の組み合わせもうちでは初ですので、ぜひご視聴ください。土曜日です。